皆さんこんにちは、榊です。今回は旧字体クイズパート4をやっていきましょう。問題は全部で10問、制限時間は10秒です。第1問、この旧字体は新字体にすると何という漢字になるでしょうか。正解は今日でした。第2問、この旧字体は新字体にすると何という漢字になるでしょうか。正解はホタルでした。第3問、この旧字体は新字体にすると何という漢字になるでしょうか。正解は歯でした。第4問、この旧字体は新字体にすると何という漢字になるでしょうか。正解は駅でした。第5問、この旧字体は新字体にすると何という漢字になるでしょうか。正解は貝でした。第6問、この旧字体は新字体にすると何という漢字になるでしょうか。正解は段でした。第7問、この旧字体は新字体にすると何という漢字になるでしょうか。正解は図でした。第8問、この旧字体は新字体にすると何という漢字になるでしょうか。正解はタイでした。第9問、この旧字体は新字体にすると何という漢字になるでしょうか。正解はよでした。
第10問、この旧字体は新字体にすると何という漢字になるでしょうか。正解は塩でした。今回の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。